かっ飛ばせ。飛ばせ。しばらく寝てろ。けど、ライザップって効果あるんだな。正直疑ってたわ。ん？この体が効果を物語っているだろう。見ろよ、このスリムボディ。お前太りまくってたもんな。すげえな、ライザップ。俺も入会しようかな。あ、しろよしろよ、絶対後悔しないと思うぜ。ライザップ、確か流行りのスポーツジムだったな。よし、
入って話だけでも聞いてみるか。あれ？どうされました？もしかして入会希望の方ですか？ん？ああ、いや、少し話を聞きたいと思ってな。わかりました。本来は電話なので予約していただくんですが、大丈夫です。どうぞこちらへ。ああ。こちらが受付になります。ああ、悪いな。いらっしゃいませ。その、初めてなんだが。ご新規の方ですね。それではまず、当店のご説明をさせていただきます。当店は会員制の完全個室スポーツジムとなり、ご利用には入会していただく必要がございます。入会か。何か条件があるのか。はい。まずは無料カウンセリングを受けていただきます。カウンセリング結果をもとに、お客様に合ったトレーニングをこちらでご提示いたします。そちらをお客様にご覧いただき、納得いただけるようでしたらご入会いただければと。なるほど。カウンセリング結果を見て入会するかどうかを決めればいいのか。それじゃあひとまずそのカウンセリングを頼めるか。ではカウンセラーをお呼びいたしますので、あちらにお座りになってお待ちください。ああ、わかった。お待たせいたしました。私がカウンセラー兼トレーナーのマクタと申します。どうも。なんだ、あんたトレーナーだったのか。桐生一馬だ。よろしく頼む。桐生さんですか。良いお名前、そしてなかなかの筋肉ですね。いい感じに切れてますよ。これは私も負けていられませんね。うん。おう。それではライザップについてご説明させていただきますね。ああ、頼む。まずライザップですが、完全個室のトレーニングジムとなっております。一人一人にトレーナーがつく個別指導なので、質の高いトレーニングが行えますよ。あ、担当トレーナーはチェンジ可能ですので、合わないと思ったらチェンジ OK です。ふん。もしかしたら使うかもしれんな。そして大きな特徴としては、トレーニング後に食事アドバイスがある点ですね。トレーニングはわかるが、食事にも関わってくるのか。ええ、トレーニングの一環として栄養学に基づいたアドバイスをさせていただきます。ほら、筋肉が欲しい時にタンパク質のない食事では筋肉がつきにくいでしょう。なるほど、言われてみればその通りだな。トレーニング効果を最大限に生かすには食事アドバイスは外せないのですよ。トレーニングと食事アドバイスを合わせてライズアップチャレンジ1セットとして扱います。会員になっていただくと全12セットのライズアップチャレンジを行う形となります。以上がライズアップについての説明となります。なるほどな、大体理解した。さて、それではカウンセリングと参りましょうか。込み入ったことはお聞きいたしませんので、お気軽にお答えくださいね。ああ、わかった。いやー、お疲れ様でした。これにてカウンセリングも計測も終了です。桐生さん専用のメニューも組めましたので、こちらをご確認ください。ほう、なかなか良さそうじゃないか。さすがだな。いえいえ、お役に立つのが我々の務めですから。さて桐生さん、ご入会についてはいかがなさいますか？ライズアップへの入会か。どうするか。入会を頼む。ここなら質の高いトレーニングができそうだ。おお、ありがとうございます。それでは早速お手続きいたしますね。うん。ご入会ありがとうございます。改めまして、
担当トレーナーとなるマクタです。ああ、これからよろしく頼む。遠慮せずに指導してくれ。はっはっは、お任せください。こう見えても私、最優秀トレーナーですので、キリュウさんの体もキレッキレの体にしてみせますよ。よろしく頼む。ではトレーニングについてご説明させていただきますね。まずトレーニングを行いたいときは、ライザップにいる私に話しかけてください。その後、行いたいトレーニングを選んで実際に体を鍛えていただきます。あ、ちなみに一度につき2種類のトレーニングを行っていただきます。わかった。トレーニングを始めるときはあんたに話しかけるんだな。はい。そしてトレーニング後は食事アドバイスがあるんですが、まあ一度に説明しても覚えるのが大変でしょうし、そちらは後ほどご説明させていただきますね。さ、それではトレーニングを始めましょう。さん、早速トレーニングされていきますか。ああ、頼む。ではトレーニングルームへ。それでは桐生さん、どのトレーニングを行いますか。こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。頑張っていきましょう。グッ、その調子です。ですね。その調子です。グッ。OK です。では桐生さん、次はどのトレーニングを行いますか。これを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。気合い入れていきましょう。素晴らしい。パーフェクト。ブリリアント。パーフェクト。素晴らしい。パーフェクト。ブリリアント。素晴らしい。パーフェクト。素晴らしい。ブリリアン、お疲れ様でした。これにて本日のトレーニングは終了です。それでは評価の方ですが、完璧じゃないですか。実に無駄のないトレーニングでした。さて、次は食事アドバイスですね。桐生さんは今の自分に最適だと思われる食事を行ってください。そして食事の際に食べたメニューの写真を私までお送りください。そちらをもとにその食事が正しいか間違っているか評価をさせていただきますので。自分で考えるのか。もっとあれを食えこれを食えと強制されるもんだと思ってたが。はっはっは、それも指導方法としてはありでしょう。ですがある程度ご自身で考えるようにならないと
ライズアップ後にリバウンドする可能性もあります。自分で正しい食事を選べる力を育てていくことも私の大切な任務だと思っているんです。お前意外とちゃんとしてるんだな。はははっ、言ったでしょう、こう見えても最優秀トレーナーですと。とはいえ最初は何を食べていいか皆目見当もつかないと思います。ですので私からヒントを出しますので、それを参考に正しいメニューを考えてください。わかった、やってみよう。食事に関しては登録時に教えていただいたメールにもご連絡させていただきますので。さて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それでは桐生さん、頑張ってくださいね。